J リーグからはクラブに対してプロトコルという手順書をまとめて共有しています。まとめてるね、はい、それこそ広めないために徹底してる。ちょっと熱出たらもう無理すんなよみたいな感じだよね。広まっちゃったらもう大変だから、一番怖いのはなんかパニックになって具合が悪くなっちゃったり、本当に必要な人が受けられないっていうのが一番良くないと思うんで、ならないように予防するけど、もし仮に誰かがその可能性があったり陽性が出たとしたら、今度みんなで今度広げないようにするっていうのが大事じゃない。だからそういう時はもう我慢してもらうしかないんだろうね。はい、いい時間帯ですね。原ひろみです。 J リーグ TV 始まります。原さん、今日こういう場所で久しぶりか。久しぶりです。 JFL ハウスに戻ってきました。 JFL ハウスは久しぶりだけど、またいつもと違うね。はい、ソーシャルディスタンスっていう言葉が今言われていて、距離を置いて、はい、距離を置いて、はい、でここの場所は3密に当てはまらないようにしています、うん、はい、はい、広い空間スペースでね、はい、スペース。僕と原さんの距離もすごくいつもより遠いです。遠いな。はい、遠いです、はい、で密集を避けてはい、いうところで場所をいろいろ工夫してんだ。はい、はい、で今日のテーマなんですけども、はい、コロナについて、うん、今選手がどういうことをクラブと一緒にやっているかっていうのを少し話していきたいなと思ってまして、うん、選手が、はい、ああ、で J リーグからはクラブに対してプロトコルという手順書をまとめて共有しています。おお、まとめてるね、はい、まあそれは特に自分がよく絡んでるのは日程のところとか、はい、競技の公平性とか、でそれともう一つ大きいのは財務、はい、財務面でクラブのサポートとか、はい、でもう一つがその感染対策っていうかな、はいはいはい、そこのプロジェクトなんで、はい、こういう傾向が出たらこういう対応しよう、こういう時にはここに連絡しようとか、うん、そうですね、もちろんそれをリーグにもやろうとか、はい、でそういう手順をすごく細かく作ってるんで、はい、まあそれがあって例えば群馬とか、はい、セレッソ大阪でも出たんだけれど、そのマニュアルにとってこうやってたん で、ね、実行委員なんかからももう助かりましたと、うん、その時にこういう対応、こういう対応って、うん、もう起きてからバタバタするんじゃなくて、それがあったからっていう声はいただいてる、うん、ちょっとその内容をちょっと振り返っていきますね。まず一つ目、選手が毎日やっていること、これはまあ J リーグからやってくださいと、うん、言ってることなんですけども、一つは体温測定、うん、起きてすぐとか、うん、寝る前に決まった時間帯で体温を記録しているというのが、でこれは実は我々もやってますね。やってるね、はい、トップチームだけじゃなくてアカデミーとかにもこれを展開して、うん、で我々もそれを同じようなのやってみようっていうのは会員版だけれど、はい、やってるっていうのはこれだね。そうですね、うん、忘れてるとアラートが来ますよね。来る、入れてください。それとか毎日ちゃんと午後かな、みんな終わった後にちょっと体調が悪い人が熱が何人とか、あるいは本人じゃなくても家族が何人とか、うん、はい、でおおむね大丈夫ですとか、そういうアラートが来て誰かがずっとチェックしなくても基本的に入れればデータでやってくれる。あれは楽は楽ですね。そうですね、うん、僕も入れてますけど、うん、ちゃんと測ってんのか。時々測ってないね、その顔は。特に週末が忘れちゃうらしいね。平日はまだ入れてんだけど、週末はって気がついたらもう昼過ぎてたみたいな、そういうのがあるらしいけどな、はい、あと問診票のチェックですね。倦怠感があるかとか、ね、喉、咳あるかどうか、うん、あと食欲低下の有無とか、睡眠時間なども毎日チェックして、あとやっぱり大事なのは家族、うん、自分だけじゃなくて家族でもおかしい人いないですかって、その奥さんだったりお子さんだったりおじいちゃんおばあちゃんだったりあるよね、うん、あと行動記録をつけてっていうのはちょっとびっくりしたんですけど、それはクラスターっていうか、この一気に爆発的に行く時があるんで、誰と食事したとか、はい、どういうとこに行ったとか、その日の行動はどうかって、まあ今もうなかなか厳しい状態になっちゃったから、はい、あまりよほどじゃなきゃ出なくはないから分かりやすいけど、まだそこまでじゃなかった時は特にこう忘れちゃうじゃん、食事誰としたとか。だから今 J リーグの選手がかかった時、割とすぐ出てきてるのはちゃんとそれをこう記録しといてって言ってるんだよね、うん、簡易でいいから、はい、その日はじゃあもし仮に食事したとしたらこういう人と食事した、うん、あるいはどこに出かけたとか、それが結構大事、うん、で保健所の人にもその感染の疑いがあったり PCR 検査を受けるとか、あるいは陽性出た場合も必ずそれは聞かれるらしいんで、細かくだからつけてるんですね、うん、つけてる。結構プライバシーな
内容もありますよね、行動記録というと。あるけど しょうがないっていうかね、それこそ広めないために、はい、あのみんな一応書いてるっていうのは徹底してる。人混みに入ったり濃厚接触がある場合は詳しく書くんですね、これ。まあでも家族なんかずっと一緒にいたらもう濃厚接触になっちゃうけど、それ以外は今かなり避けてると思うんだよね、一時よりね、はい、ああいう野球選手とか J リーグの選手も出たから、あの外食だったり外で誰かと食べるっていうのは今極力避けてるのが現状かな、はいはい、でこれらのデータをチームスタッフが管理しているようにしています、うん、そうだね、はい、あの各クラブにもコロナ感染対策の担当みたいなのを置いてもらってるんで、はいはい、誰かに集約してその何いろんな人から来ちゃうとこっち側も管理できないから、そういう担当の人から異常があったり相談があればこっちの担当の人にこう来て、で我々もその大筋はこう回ってくるんで、はい、細かいの全部は来ないけど、うん、ある程度こういうのが今いました、あるいはこういう相談をしてますとかっていうのは回ってくるっていう感じだね。毎日やってることの最後が、まあ、これ基本的な内容ですけど、まあ、予防策、人混みを避けるっていう B の衛生、うん、マスクの着用なんかを徹底していると。まあそれはだいぶね、 J リーグとプロ野球とって専門会議から言われて、はいはい、世間一般的にあの3密なんて我々ね、はい、あの2週間前ぐらいにはこう言っていて、だから少し進んでるとは思うけど、そうですね、はい、でまあ最近あの J リーグキングでね、あの J リーグキング版の、はい、あの子供たちも分かりやすいの、はい、ああいうのはこうみんなうまく皆さん活用してもらってさ、はい、この J リーグキング君のさ、これかわいいよね、はいはい、でみんなでさ、あのなんだろう、こう分かりやすく、あの絵だけでも分かりやすくとかさ書いたし、どういう顔がいいかねとかみんなで議論してな、はい、この顔が怖いんじゃねえかとか、はい、もっとこう前向きな顔がいいとかさ、いろいろ考えて作ってたよね。これ僕すごいびっくりしたのが2つあって、うん、1個が王冠を外してる J リーグ、なかなか外さないよね。初めて見ました。あと靴脱いでるのも初めて見ました。だからそれは風邪気味なら休むって、それこそ前だったらさ、はい、大丈夫だろこのぐらいっていうのを、やっぱちょっとおかしかったら早めに休ん であの外に出ないとかもそうだし、うん、例えば練習に行かないとか、うん、人混みに出ないっていうことで防ぐっていう、その自覚がまず大事だっていうのは間違いないよね、はい、うん、あと意外と知られてないことだと思うんですけど、うん、半袖と長袖であるんですね、 J リーグキングは。これ長袖じゃないですか。そうだな、これ半袖じゃないですか。それ運動するときやっぱり半袖の方が暑くなるからいいっていうのと、そのしぶきを飛ばさないときさ、半袖でこうやるとさ、直接皮膚にくっついちゃうからですね。そこまで考えてんだろうな。なるほど、だから長袖なんですね。そう、あ、さすが。まずは抵抗力じゃないけど、はい、あのよく寝たりとか食事したりとか、はい、運動もまあできる限りできる範囲でするっていうのは、ね、やっぱ大事なことだと思うんで、はい、2つ目のことなんですけども、うん、我々あの日本野球機構 NPB さんと一緒に対策連絡会議をやってるじゃないですか。やってるね。でこのおかげで各地域ごとに専門家チームと地域アドバイザーを設置しているんですね、うん、で全国に8人いらっしゃって、うん、何かあったら各エリアのクラブはこの方々に相談をできると、うんうん、いうことですね。それがこういう一覧になっていて、そうだね、野球の方がチーム数が少なくて、はい、まあ、どっちかっていうと野球に割り振りやすい感じではあるんだけど特に関東の J クラブなんてすごい多くなっちゃうから、はいはい、まあちょっと足んないけど、そういう時はまあシェアしてもらったりはしてるんだけれど、うん、あの困った時はそういう先生に相談をして、まあ、皆さんも忙しいんだけど、うん、はい、このクラスの先生たちを集めることは多分サッカー界だけじゃ難しかったらしくて、そうですね、はい、それがあのプロ野球との連絡会議っていうのを、はいはいはい、のね、先生たちが中心になって、はい、例えば神戸とかセレッソであの関西で起きたじゃん、その、はい、でこの掛谷先生っていうのかな、はい、あの俺もなんかその報告書とか見てるけど、かなり細かい相談とかにも乗ってくれて、あ、そうなんですか、まあ、それでいいと思いますとか、いやもっとここはこうした方がいいっていうのをクラブ側から相談して、それを丁寧に答えてくれたりしてるんで、まあ、それは本当に助かる、うん、あのなかなか誰に相談していいかとか我々も分かんない中ですごく親身にやってくれてるのは間違いないね、うんうん、3つ目、 J リーグへの報告について、うん、あの手順を示しています。この4項目に該当する場合は、うん、直ちに J リーグに報告するようにしてもらっています。そうだね、はい、だからさっき言ったあのセレッソや、まあ、神戸ももちろんなんだけど、
まあ、発熱2日自主隔離ってあるじゃない、はい、でこれももうクラブによってはもう今1日でもちょっと熱出たら選手にもう無理すんなよみたいな感じだよね、はい、広まっちゃったらもう大変だから、はい、もう2日って基本2日だけど1日でもっていうところはまあそれは自分たちのところでやってくださいっていうふうにしてる、うん、まあ、逐一PCR 検査を予定しているだとか、うん、陽性判定を受けたとかっていう場合には逐一も J リーグに連絡するようにしてるて、例えば陽性じゃない人のがほとんどじゃない、受けても、はい、でまあ、受けられるかどうかもあるんだけど、その2日でこんな状況です、1日目何度で、例えばあの咳がおかしいとか、あるいは今はその味覚がちょっと感覚がなくなってきてるとかって2日あって、で3日目何度で4日目で下がってる、じゃあどうしましょうかみたいな、このさっき あの地域の先生に聞いたりとか、まあそこで下がってんなら大丈夫だと思うけど様子見てあと何日間かはあの経過を追ってくださいとかっていうのも来たりとかね。だからかなり細かくやってるのはやってる。ただその2日出て4日ダメだったら、はい PCR 検査ってできなくて、はい、今やっぱりこう、保険あのなんだっけ、なんとかセンター、はい、帰国者接触者相談センター、そう4日ぐらいとか3日になった時そこに連絡してくださいっつって選手やチームドクターも連絡するんだけど、はい、今それがなかなかつながんない。やっぱりこうみんな心配だから、その PCR 検査を受けたいとかそうやって電話すると本当にこうある選手とかも3時間かけても全然つながんないとか、あのそういう状況が続いちゃってるよね。なかなか難しいんだけど、例えばあの神戸みたいに、はい、あの高い強盗が出て関係者も出たって言った時に、そういう場合ってそのもうチーム内に起きてるじゃない。そうするとあのさっき言った専門家の先生とかが助言してくれて、はい、そういう時だったらあのというか保健所もそういう時は早いんだよ。結局近い人に濃厚接触者とか近い人が出た場合とか、あるいは今あるのは海外から帰ってきて帰国して、はいはいはい、そこで誰か出たっつったら海外から帰ってきました、はい、いや熱が2日間あって3日目でもみたいに言った時はそれは早い、うん、ただ一般の人が普通に行ったりするとなかなか難しいっていうふうには聞いている、うんうん、ここからはあの実際に陽性判定が出てしまった場合とか、疑いがあるときどうすればいいのっていうところがあまり今まで話してきてなかったんですけども、うん、手順書に沿ったりしながら見ていきたいと思うんですけども、うん、まず発熱など風邪が出たときは2日続いたときはまず J リーグに連絡ですね。そうだね、はい、3日目に熱が引いたり体調戻ったりした場合、経過後ドクターの相談に従う。あのただ3日目に熱が引いて体調戻ってもはいすぐ練習っていうのはしてないんで、はい、あの2日間ぐらいやっぱりそれでも経過を見てチームノートと相談して、でまた例えば熱が上がっちゃうとかなればまた連絡してっていう、はい、そういう感じかな。でポイントはここだと思ってまして、うん、4日以上続いたら帰国者接触者相談センターに相談、うん、なので4日以上続いたらようやくここに行くってことですよね、うん、そうだね、はい、それはあのNPB と J リーグ の専門家会議だっけ、はい、あれのいろいろ聞いてると、なぜ4日っていうと、はい、インフルエンザは基本やっぱり4日以内には下がって改善傾向になるらしい。かなり上がるけど3日目ぐらいの午後とか4日目には間違いなく下がる。それが下がんない時にこの可能性が高いから、だからそこまでは様子を見てほしいっていうのが俺が聞いた範囲ね、あのそういうんだった。インフルエンザってやっぱり確かに、まあ、俺もなったことないから分かんないけど聞くと結構すごく上がるじゃん、はい、でやっぱり3日目ぐらいから急に下がってきて4日目ぐらい、遅くても4日目ぐらいまでにはインフルエンザって下がるんだって。そうなんだ。だからそれじゃないってなった時にはこれってなってんだけど、今やっぱり心配な人が多いから、はいはいはい、もう1日2日でもそういうところにさっき言った連絡センターに電話をして、はいはい、それが繋がんないっていう、うん、そういう感じはちょっとあるとは聞いてる。なるほど、うん、でちなみに東京都が出している情報を見ると、うん、確かに一般の方は、うん、これが4日以上続いた方は電話してくれなんですよね、うん、そう、はい、書いてあるでしょ、はい、でそれと2日程度でもほら高齢の方とか基礎疾患とか、はい、まあ、妊娠中、まあ、そういう緊急事態で、はい、やっぱり一番危ない可能性が高い人は2日でもって言ってるんだよね。だからそれをちゃんと皆さん理解してもらって電話しないと、多分ちょっとおかしいんですけどって言って電話しちゃったら多分それで今つながらないというようになっちゃってるって聞いてるけどね、うん、
そのためかちょっと不安に思う方のコールセンターも東京都は用意してたりしますね。そうだね。だからあのなんか今 SNS でもさ、いろんなこと書いてあったりさ、不安になることもあるじゃん、はい、でもやっぱりこういうちゃんとした 公的なところ の厚生労働省とかさ、うん、こう東京都とか、うん、そういうのをちゃんと見てあの正しいこう、うん、判断をしてもらわないと、はい、一番怖いのはなんかパニックになってあの余計具合は悪くなっちゃったり、本当に必要な人が受けられないっていうのが一番良くないと思うんで、はい、うん、で陽性判定となった場合のメディア対応についてもこの手順書は示してあって、うんうん、そうなんだよね。でまず一つは速やかに事実を公表しますと、うん、で二つ目、これもあまり知られていないことだと思うんですけども、 J リーグとしては実名は原則公表はしないと、うん、でそれはなぜかというと、その日々の行動記録、さっきもあの説明した通り残してるじゃないですか、うん、それやってればその濃厚接触者の調査に十分協力できる、うん、あとはプライバシーを守るため、うん、ただし本人に公表する意思があればする、うん、ということですよね。あの豪徳なんかは多分いろいろ考えて公表してくれたんだろうけど、はい、そうすることによってこう風評被害じゃないけど、家族だったりその行ってたお店だったり、あのちゃんとそれは追ってるわけだよ、はい、あの行動履歴があるから、はい、保健所が。それなのにそれ以外のいろんな心配、例えば病院もそうじゃない、病院で看護婦さんが出た時に、はい、あの指名は出さないよね、名前とかドクターとかよほどじゃないと、はい、それを出すことによって今度二次被害で、はい、その家族であったり今いろんなところに影響が出てプライバシーもなくなって、そういうのいろいろこう、じゃあ子供がいじめられたとか、もうそういういろんなパニックに逆になっちゃうところがあるんで、原則はしない。ただ本人がいろんなことを考えたり、あるいは何て言うんだろう、例えば教会の田島さんがさ公表したのは、はい、多分あの立場上もあるし影響力も考えて公表したんだと思うんだけど、はい、原則はあの非公開でというふうにはなっているんだよね、うんうん、はい、だから結構ねいろんな影響あるんだよこれ。だからどっかの病院で例えば看護婦さんだってさ、なりたくてなるわけじゃないけど、一生懸命助けようと思ったらかかっちゃったって言った時に、今度一斉にあの病院はもう出るからダメだみたいになると、はいはい、今度そこの病院が使えなくなったり、うん、そので我々以上にあの医者は、前も言ったように医者とか医療関係者はもうかかんないように万全の対策してもそれでもなっちゃうから、だから本当に難しいねこれはね。ただ濃厚接触者はちゃんとその保健所がもう本当にこうそこまで広めなくてもいいだろうっていうぐらい広めてやってくるんで、あの例えば J リーグプロ野球こうなった時にこのぐらいの人っていう人はもういてくださいって自宅にっていうふうになるから、ただその家族をどうするの、その濃厚接触者のじゃあ奥さんはどうするんだとか、はいはい、子供はどうするんだみたいになった時に、はいはいはい、多分決めはないんだよね。あだけどやっぱ普通に考えると可能性が高いわけだから、ね、もう2週間なり何も出ない間はやっぱり家族もやっぱり自粛してもらって、うん、仮になんか入学式だとかそういうのがあってもその間はやっぱり我慢してもらうとかっていうふうに、ん、みんなでそこはそれこそ今みんな家にいようっていう、はい、ああいう感じ、そこはちょっと2週間ぐらい我慢しようっていう感じになるんじゃないかな、ならないように予防するけど、今度はもし仮に誰かがその可能性があったり陽性が出たとしたら、今度みんなで今度広げないようにするっていうのがあの大事じゃない、可能性がより高いんだから、だからそういう時はもう我慢してもらうしかないんだろうね。みんななりたくて なる人いないじゃん。そうですね、あのまあなんて言うんだろう、ちょっとやっぱり一時期あのお彼岸の頃かね、あの花が東京で言えば花見でさ、はい、もうちょっとなんか落ち着いてさ、はい、大丈夫じゃねえかみたいな流れになって結構人もいっぱい出て、特に若い人たちはどっちかっていうと若い人はあんまりかかっても大丈夫だぐらいな感じで、はい、ちょっとこう飲み食いとかその繁華街もまたこうわーって賑わって、多分あれが今こう来ちゃってるよね。だからもう一回ちょっとこう冷静にというか慎重に対応しなくちゃいけないフェーズに入ってきた。それで仮に濃厚接触者がいたり、あるいはコロナの陽性になった人がいても、あの今はそのほら病院が医療崩壊にならないように、今なんか聞いてるところによると、ほらコロナの陽性になればみんな入院するっていうふうになってるけど、海外もそうだけど、やっぱりこう軽症の人は特にやっぱり症状がそこまでひどくない人はまずはその家に、いやまあ家っていうかさ、今
どっかホテルとかさ、そういうとこを準備しようってなってるじゃん。でもっとひどくて治療しなくちゃいけない人がちゃんと病院に入れるようにする。あるいはそのコロナの対策だけじゃなくて他の病気の人もいっぱいいるよね。そういう人がもう病院に行っても全然もう集中治療室も使えないっていうのを避けるためには、あのみんなでそこら辺は協力しなくちゃいけないし、多分戦うのはその人じゃなくてさ、ウイルスとまあ戦うというか共存していかなきゃいけないから、みんなでそこを正しく理解して、あの過度に怖がってもいけないし、あの何この極端に今度何もダメだって言ってもいけないし、そのバランスをどう取っていくかっていうのが本当に一番大事なことのような気がするよ。難しいけどな。はい、ありがとうございました。一応地情報や質問はいつでも募集しております。ハッシュタグ J リーグ TV をつけて投稿してください。また次回何かでお会いしましょう。はい、 J リーグ TV のチャンネル登録はこちらからお願いします。